皆さんおはようございます。マーティン、ダーマャク、ワキーンだけです。村山市、子育て、充実してますね。子育てするなら、村山市。はい。ちょっとお話しします。なぜ村山市は、なぜ子育てが、イブライフイベントが必要なのか。それを、ちょっとお話ししたいと思います。まずは、結婚、新生活、支援事業がなど、最大60万補助。あとは、不妊治療とかも、はい、可能です。あとは、まあ、その、新規の事業、最大2万円。不妊治療だと最大10万円。 あと、お祝い金、一人目だと10万円、二人目だと20万円、それ以降は10万円加算。そして、母子健庁などが無料、県内初ですよ。すごいですよ。さらに、インフルエの予防接種の事業とか、あと、産後サーボード事業、保育業、あとは、まあ、在宅保育支援、これ、月額50万円、あとは子育てすくすく弁当、まあ、9万円支給ですね。手当ですね。間違えた、間違えた。目の屈折検査実施、無料ですね。3歳児、はい、特に。県内初の病児、 病後児、保育料、医療、補助、全額補助いたします。はい。あとは、英語教育ももちろんいいと思いますし、給食費免除。あとは、一人親世代とか、はい。これ、入学の応援。あとは、まあ、地下パノラマ、新規入ってます。中学スタート、応援券、5万円ですよ、商品券。すごいですよ、県内初。あとは、夢、応援、奨学金。あと、頑張る高校生、応援金が初です。あとは、医療給付に、えー、大学の奨学金とか、あとは、アパートの費、 補助はの転入者はいあとは新築住宅の設計補助あとは新築土地中古住宅購入費用補助もあります私もぜひ村山住みたいな、はい、村山市にはいろいろなものがあるのでぜひてください以上ですバイバイ